レールウォーズ、日本国有鉄道公安隊は、豊田匠による日本のライトノベル。イラストは、バーニア600が担当している。2012年1月より、はじめ芸者クリア文庫にて1巻から13巻までが、刊行されたが、はじめ芸者が、はじめ芸者に、解明の上ライトノベル事業より撤退したため、14巻以降、二千二十年十二月十二日に発売された二十巻を、 持って完結した。2015年5月時点で累計発行部数は60万部を突破している。日本国有鉄道が分割民営化されなかったパラレルワールドの日本を舞台に OJT 研修として鉄道公安隊に配属された高山直人ら4人の高校生と公安隊メンバーの活躍を描く作品である。メディアミックス展開として漫画版が ブレードオンラインにて2012年11月30日より、浅川刑事の作画で連載されていた。また、2013年12月29日にアニメ化が発表され、2014年7月より TBS、BS、TBS 等で放送された。さらにゲーム化も企画され2014年5月に公式サイトが開設されたが、2016年1月28日に、 発売中止が発表された。8巻から9巻の間に、ナオトたち4人が、アテラ国を訪問したことが9巻の随所に書かれており、その際のストーリーは当初、レールウォーズ B サイドとして、観光予定であったが、2016年8月に13巻として、正式に書籍化された。登場人物の名字はベルニナなどの外国人を除き、国鉄の路線名に由来する。 東京中央鉄道公安室第4系開発その他の国鉄職員のあのファン基本的に国鉄型の車両が多いが JR の車両が登場する場合は形式が架空の国鉄方式の番号に変更されているまた特にモデルのない架空の車両も登場する急行ニセコに使用される C62 形状機機関車三号機や重軽品の鉄道169系湘南色 急行新集419系 l 0 k 五5 2系実際の北斗星、はじめ芸者クリア文庫より観光。14巻からは、実業の日本社 J、A. ノベルライト文庫より創刊。全20巻。ブレードオンラインにて2012年11月から2015年2月まで連載された。原作は、豊田匠。キャラクター原案は、バーニア600で、漫画は、 朝川刑事が作画を担当している。また、2014年8月7日から、ポニーキャニオンの漫画サイト、ポニマガニ、マルシンによる漫画、レールウォーズ、FN が掲載され、2014年12月25日まで連載された。前には、単行本未収録、はじめ芸者より観光、豊田匠による書き下ろしショートストーリー、レールウォーズで移行こう。 気流鉄道高校が掲載されている。レールウォーズのタイトルで2014年7月から9月まで TBS テレビ、CBC テレビ、サンテレビ、BSTBS 他にて放送された。監督は野良神で絵ンテ演出やシドニアの騎士でストーリーボードを担当した末田義士。シリーズ構成は鈴木忠氏キャラクターデザインは宇野と サブキャラクターデザインは小磯さやか音楽は藤沢啓生 3DCG はオレンジアニメーション制作は本作が30分枠アニメ初制作元受け作品となるパッションネがそれぞれ担当するまた鉄子の旅ミラクルトレイン大江戸線へようこそで鉄道アドバイザーを担当したスーパーベル Z の野月高弘が車内放送や 劇アナウンスの声なども含めて本作に関わっている。本編には本作と同じ鉄道作品、鉄道娘の登場キャラクターたちがモブキャラクターとして登場している。上記のほか日本国外へはクランチャイロルを通じて配信されている。BD、DVDCD 設定資料、メロンブックスより下記3冊をセット販売。メロンブックス独占販売商品のため、 書店、アニメショップでの販売はない。2014年6月6日から7月6日までニコニコ生放送にて毎日配信された PR 番組。このうち6月30日配信分では第1話 A パートの先行上映を行った原作その他レールウォーズに関するカテゴリー。ありがとうございます。